はい、えー、ではですね肩講座現場編の係争処方の3通目いきましょうこちらの問題は平成29年の予備試験の問題になりますでは答案見ていきましょうまずですね1のコメント見てください1のコメント、えー、メインをあっさり否定しているためかなりの大ダメージを負っていると対策としては判例から考える事実から考える準現代の帰結から考えるあたりになるだろうかというコメントを残していますこの答案 1>, 1の下線のとこ見てみると分かるんですけれどもこれ1ページ目の5行目「こうはあげに行いまたはあげに罪を行い終わったものには当たらない」これねもう冒頭のところでいわゆる競技の現行犯逮捕ですね3行ぐらいでもうパパッと切っちゃってるんですね。えただ、まあ、これれ中身に入ってしまいまいすけれども 実は競技の現行犯逮捕の逮捕の資料として、えー、これは供述のみに基づいて逮捕できるのかという論点について本文ではメインとして問うてるんですねで、そうするとメインの部分をこんな簡単にあっさりと切ってしまうとまさに点数がごっそりと落ちちゃうんですねこの方の答案、えー、後々見る通りですね準原体の確合要件の当てはめとか準原体のところで書いている、えー、犯人の明白性の当てはめとかではですね 事実をを大量に使ってて、まあ、割といいい論述をしてはいるんですね、うんまあ、もちろんねあのもっと改善するところはあるんですけれども事実を使うという姿勢だったり、まあ、三段論法をね全体的に守ろうという姿勢だったりなので法律の基本的な考え方であったり法律の使い方論じ方という基礎力が身についている人なんだなっていうのは答案の全体からまあ分かるんですけれども。 いかんせんですねメインの部分を落としちゃっている、えー、メインの部分を落としちゃっていてかつ、えーまあ、メインではない、えー、本来書けない、まあ、要は間違っているところで大展開しているという答案になっているのでんまあこれね説問1はかなり点数が入っていない。 えー、答案になななっていいるんじゃないかなと思います、まあ、ここは書き方というよりもまさにメインを置くことして変なところで大展開すると自分では書いたつもりになっていても全くもって点数が入ってないなんてね、えー、ことがあるので気をつけてほしい。 で一応ですね、まあ、対策と言いますかではなぜどうやったらそのメイン落としというのを防げるのか、まあ、少なくともここの部分についてはやはりまず現行犯逮捕について勉強するときにその逮捕資料の話は必ず学ぶと思いますのでその判例ですね確か京都の地裁かなんかの100選掲載やったかなちょっとそこまでは忘れたんですけれども、まあ、重要判例として皆さんが必ず学ぶような判例ですから、まあ普段のインプットの時からあ逮捕資料の時は ののみでいいのかなっていうのが論点になってるから、えー、もしかしたらね出る可能性があるので、えー、必ずインプットしようというか毎回チェックしようみたいなね、えー、そういった 判例からののアプローチというのも1つあると思いますであともう一つはね、えー、事実からのアプローチまあこれ要するに問題文を読んでて今回逮捕権者が、えー、確知した客観的事情というのがない問題文になってるんですね、えー、全部目撃者から聞きましたとか通報を受けましたとかあとはそこの、えー、怪しいやつに聞いたら自白したので、えー、そのまま逮捕しましたとか、えーまあ、そういったですね今回あの供述のみなんですね供述のみであるという問題の事実関係からあなるほどなるほどと、えー、これ これは逮捕資料の問題なのかなみたいに問題部の事実関係から気づくと、まあ、こちらができてたらねこの方もこの方もねそ,のそういうちゃんとメインを厚く格闘案になってたと思うので、まあ、ちょっと事実からのアプローチに関してはやはり演習慣れしてる人とか、えー、こう当たりをつけるのが上手な人っていう限定になってしまうかもしれませんそれだったらまだねさっき言った判例からのアプローチの方が気づきやすいかもしれないであとは まあこれは試験なのでという話なんですけど準限体の規決から考えると。というのも、まあ、この方なんかアクロバティックな解釈あとでしちゃってるんだけれども、まあ、普通に見てったら今回準限体の覚悟要件否定されるんですよ。ということは、えー、準限公判逮捕というのは左の覚悟の位置にあたるものこの要件に該当する場合は。 あとはま、えー、がない要件ですねまあ要は犯罪で犯人の明白性みたいな次の要件に移る逆に言うと覚悟要件で切れるときはもうそこで答案が終わっちゃうわけですそしてこのもう29年の問題っていうのは覚悟要件で切れちゃうんですよね1から4号に全部当たんない事案になってるとでそうするとそこで考えるんですよあれ私俺、えー、と競技の減退一瞬で終わらせたとでさらに準減退もこれ覚悟要件で終わっちゃうと どうう見ても覚悟要件が終わっちゃうとでそうすると説問1の逮捕のやつめちゃめちゃ分量少なくなるんじゃないかこれおかしくないか。ででもも要件はやはやりどう考えても肯定できないってことは競技の原体最初のところを一瞬で切ったけどこれ間違ってんじゃないかみたいに、えー、準原体の方まで思行を進めることによってそっちを確定してだからこそ前の部分自分間違ってんじゃないのって言って、ま、もう一回検証し直すみたいなアプローチによって自分の 案個性が間違ってるすなわち修正する余地がある、えー、そしてじゃあどうやって修正していいのかなってもう一度考え直すそういった契機になるのかなとは思います。まあ、こういったアプローチの仕方っていうのは複数ね観点として頭の中に入れておいて現場で武器として使うというものですから皆さんもストックしておくといいと思います。 ではその次ですね下線の2のところ、まあ、これは覚悟要件のところですけれども、えー、答案でいうと1ページ目9行目から15行目、まあ、読んでいただくと分かるんですけれども事実を拾って1号否定事実を拾って2号否定事実を拾って3あ4号否定みたいに、まあ、必ずですね使える事実使える事実を拾ってそして覚悟を否定していると、まあ、そういった形でですね、えー、事実を拾って条文の要件に当てはめるという作業を丁寧にやっているところ。まあここは 真似した方がいいいとところかなと思いますコンパクトに事実を拾いながら全要件を検討しようとする論述の仕方はグッドであるということになります。えー、他方でですねこの後なんですよね3、えー、の河川部3の河川そこで身体または皮膚に障碍がある時とは目撃者が供述した犯人の特徴と一致することも含むと解するとか言ってね こ,こ、ね、まあコメントまず読みましょうか、えー、これはアクロバティックすぎる論術、えー、少なくとも予備試験刑事訴訟法は基本問題をそのまま出題してくれるので現場で自分の知らない規範をでっち上げることはないと考えておいて良いというコメントをしましたまずね一応、まあ、褒める要素としては答案1ページ目16行目要は自分なりに212条2項の趣旨から、えー、趣旨ですね趣旨から規範を定立しようと、うんまあ、この方、えー、先ほども言った通り答案全体 的に見てですね趣旨からの規範定律だったり三段論法だったりという、まあ、最もね大事な骨格部分とというのはカチッとしてるんですよえなので、まあ、自分なりにねちゃんとあちょっと法解釈しようかなって思ったのか分かりませんけれどもえそこでちゃんと趣旨から解釈してるとその姿勢は、うん、非常にグッドなんですね。でただねこんな1819行目の解釈なんて見たことないんですよね見たことがないと。 でえここのコメントにも書きましたが予備試験のの刑事法は本本当にに基基礎基本的なことをそまままストトレートに問うてきます司法試験になってくると司法試験になってくると、まあ、論点レベルでの応用というのはやはり、まあ、全体のなんだろうな2割とか、まあ、1割とか、えー、そういったね具合に自分の知らない形での条文をその現場で趣旨から解釈しなさいねみたいなね、えー、そういった問題に出ることはあるんですが、まあ、予備試験はね少なくともそういった出題ないのでこんなアクロバッ パックななことはしないでください、うん、だから普通にこれ否定してよかったですね。ここがねもったいない。まあ、どういう思考だったんだろうね。競技の減退をパパッと切っちゃってでその後準原体の覚悟もやばいこれ切れちゃうそうすると、うんここで終わっちゃうな明らかに1ページ内で終わっちゃうのっておかしいな でさっきと同じような思考まで来たんだけれどもその後競技の限界に戻ることなくここでアクロバティックな道を選択してしまったっていうまあそんなところなのかなまあここはね観点として予備試験ではそのまんまストレートに出ますから知らないことを勝手に解釈して導こうとはしなくていいということを学んでおきましょう。論述の仕方という意味では趣旨から解釈している趣旨から条文の文言を解釈しているこの論じ方自体はここで学んでおくといいと思います。 であとはですね次2ページ目の4の下線部ですが「えー、罪を行い終わってからまがないと明らかに認められたか?」っていうね条文の文言を引っ張ってきていると、うんまあ、ここについてはですね先ほどから言ってる通り一応褒めるべきという意味では、えー、4の部分はコメント条文文言や趣旨に着目している点三段論法フォーマットの固定といった観点はグッドと。 まあこの人のねなんか全体的に論述の仕方というのは学ぶべきところ、まあ、まさに「型講座現場編」ではえその論述の仕方の部分ねプラスオンでちょっとでも加点自由とかね上を目指す上での、まあ、エッセンスをね文章能力とかいうところを学んでほしいという趣旨での講座ですから、まあ、この答案はそういう意味では学ぶべきことはあるちょっと中身としては学ぶべきことはねあまりなんだけどっていう話かな。 でえ5の下線ですね、5の下線これはあの規範をちゃんと分解しようという趣旨のコメントです。犯罪の明白性と犯人の明白性は分けて当てはめましょう。こちらですね、2ページ目の28行目に、この方は犯罪と犯人の明白性という要件を立てています、規範を立てています。そうすると、犯罪の明白性っていうのと犯人の明白性っていうのは違いますよね。犯罪というのは特定の構成要件に該当する、まあ、要は個性要件該当事実が警察官にとって明白であること。 そして犯人というのはそこにいる被疑者が犯人であることが明白であること。これ日本語として違いますよねなので実は犯罪と犯人の明白性という規範は犯罪の明白性という規範と犯人の明白性という規範の2つに分かれますから当てはめもそれぞれ分けて当てはめるべきなんですね。しかしかながらこの 方の答案2ページ目のえ30行目以下の答案。これ、えー、読めばわかるんですが、えー、犯罪の明白性しか書いてないですよね。あ、ま、失礼しました。犯人の明白性しか書いてなくて、犯罪の明白性は書いてないですよね。なので、この方はですね。ちょっと規範が2つの意味ないように分解されているにもかかわらず、当てはめが2つに分かれてないという意味で、規範と当てはめの対応関係が、まあ、しっかりしていないというふうに思われます。 まあもちろんね犯人の迷惑性の方がメインですから、まあ、そちらを大展開するというのはね試験対策としては正しいと思いますがやはりですね規範2つあるんだったら2つ当てはめましょうと1社1の対応を守りましょうということは学んでおきましょう。 まあたださっきからずっと何度も言ってる通り、これ、書くべき場所じゃないからね、順限公判逮捕は覚悟要件で切れてしまいますから、覚悟要件で切れてしまうものを無理やり肯定して、その後の犯罪と犯人の目薬戦に持っていって、そっちで事実使いまくってるっていう答案は、本番では評価されないと思います。なぜなら、そんな法律構成、取れないからですね、順限対、絶対認められないので、覚悟要件で切れちゃいますから、なのでね、使うべきところで事実を使わなければ、やはり、点は来ないんだと思います。 6の,、まあの下線はまあ皆さん読んどいてください、これなんか何を書いているのかよく分からない、論旨が不明なことを書かれているので、えー、多分この方もですね自分で書いていてよく分からないことを書いているんですよ。でえー、これは他の、えー、答案を見たときも言っていますが、えー、自分で書いていてよく分からないことは読み手が読んだときにも絶対によく分かりませんので要は伝わりませんので、えー、必ずですね、えー、自分が理解した文章を書くようにしましょう。これはちょっとよく分からないですね はい、で、えー、その後は7のところにしかしというコメントを振っていますが、まあ、要するにですね。接続詞の使い方として、確かにうんちゃらの後はしかしうんちゃらになるはずなので、ここはですね。しかしに変えておきましょう。もう確かにしかし、構文はかなりよく使いますから、えー、皆さん、ね、必ず押さえておきましょう。で、しかもですね。これ。 他の答案でもね言ってますけれども司法試験予備試験の当てはめいわゆるね求められてる当てはめに関してですが当てはめの事情当てはめで用いる事情というのは必ずと言っていいほど消極的な事情と積極的な事情の2つちりばめてくれてます、うん、要は司法試験予備試験というのは非常に悩ましい問題が出ますからあこっちの結論も取れそうだなあれこっちの結論も取れそうだなどっちなんだろうみたいなね形で悩ましい問題が出ますそれは事実レベルでも一緒です自分が例えば適法って法 方向に論じようと思ったときは適法方向を基礎づける事実も問題文に転がってるんですが逆に言うと違法方向を基礎づける事実も問題文に転がってるような、まあ、そんな問題文ばっかなんですねだからもう当てはめのときはもうとにもかくにも機械的にですねまあ、確かにしかしの流れを出そうと いうふうな思考に頭をね固めておけば、問題文からもプラスの事実とマイナスの事実どっちも拾うことが機械的にできますよね。それができない人の答案とか、それをあんま意識してない人の答案っていうのはどうしても一方通行の当てはめになっちゃうんですね。なのでそこは気をつけてほしい。まあそういう意味でいうとこの方の答案はま当てはめの中で確かにえー、まあ最もになっているけど、まあ、確かにしかしの流れでプラスとマイナスを拾おうかなっていう意識は伝わってくるような答案になっています。 でえー、最後ですね8のコメントのところまあこれはですね要は客観事情がないので明白性認定は難しいんじゃないというまあ中身の話をしていますと。 いうところになりますということで、えー、説問の1については以上なのでまあ要はね書くべきところで書けないと点数来ないよねっていうのとメインをざっくり落としてしまったその原因ないし対策っていうのをしっかり考えましょうというところで文章力文章、えー、表現という意味では三段論法とかはしっかりできてますし条文の文言の解釈を趣旨から行うとかねそういった論述のフォーマットという意味ではこの方の答案の12ページ目からは学ぶことはあると思いますのでよく復習しておいてください。 ではその後ですね、設問の二、まあ3ページ目いきましょう。9のコメント、Q のコメント、事実レベルでの問題の所在を一言示すと良い問題的になると。まあ、これ何を言ってるかというと、まあ、この設問ですね、設問2の一というのはこのソイン特定してますかという問いになっています。でそうすると、まあ、必ず何で特定を論じさせるのか、要はこのソインのどこが不明確なのか、外格的記載になっているのかというところをですね、問題的に示すと、このこを読んだ時点で採点者としては、あ、この人論じてほしいこと分かって てるんだなって思いますよねそうすると多分ここの時点で問題提起にね、えー、問題の所在書いてくれてて、えー、ここが問題になることを気づいてるんだったら多分この後もちゃんと論じてくれるんじゃないかなみたいなねいい意味での予測可能性が立つと思います。なのでまあ、可能な限りね時間がなければしょうがないんですが問題提起には問題の所在議論の実益を示すといいと思います。まあ、今回はやはり「共謀の上」としか書いてませんから共謀の日時場所が素因内に記載されてないですよね。えー、そのの旨をここの 3ページ目の冒頭45行目に記載するとより良いと思います。 で、十の下線部、まあ、これはですね、いわゆる論証部分は正確でグッドですね。もう綺麗に吐き出せています。まあ、この方だから、基本的な論証については、もう多分カチッとね、頭の中入っているのかなと思います。ここは非常に良かったですね。あの、まあ、論証についてはですね、論証については、まあ、長すぎる問題とか、短すぎる問題とか、まあ、そういう長さ短さっていう、そういう話もありますけど。それは置いといたとして、やはりですね、百選掲載判例の、えー、とか論点とか。あとは予備校で、A、ランクだよとかね、すごい大事な。 ここで売るよとかってね講師が言っているものまあそういった超重要系の論点論証については事前準備したものを息を、ね、吐くようにさっと瞬発的にね出せるように事前準備しておくことが大事になります。でその後11のコメントですね。答案に3ページ目55行目行 刑法から構成要件抜き出し実際の記載も正確に抜き出していてグッドとこれ何かというとですね要はこの方のソイの特定の規範というのは特定の構成要件に該当することが明らかでかつ他の犯罪事実との区別ができるような記載だったらいいよっていう規範をちゃんと立ててるんですねで今からするのは特定の構成要件に該当することが明らかな事実関係が示されてますかっていうところそして他の犯罪との識別が可能な記載になってますかっていう流れこの流れで当てはめてるので規範12に対して当て 当てはめも1,2になってる。なのでこの答案のまあ当てはめというのはここは規範としっかり対応関係がまず示されていると。でさらにですね特定の構成要件に該当することが明らかな程度の事実関係という規範ですからまず当てはめのところでは今回の特定の構成要件ってこうこうこうだよそしてそれに当てはまるような記載がこうこうこうなってるよだから OK だよっていう流れが論理的ですよね。規範に。 丁寧に当ててててはめるるっそそういういここことですそれがここでで,きてるんですすれがきんねしっかりと11の下線のところではまず刑法の構成要件は共同して、まあ、人を殺した、まあ、犯罪を実行のところを具体化してますね、えー、人を殺しただよとでそしてちゃんと素因にはその旨の記載があるよという流れここの流れは特定の特定の構成要件に該当する、ね、特定の論点のうち、えー、特定の構成要件に該当することが明らかか否かの当てはめの文章例としては学ぶところがあると思います。 で他方でですね、えー、このあれですね他の犯罪との識別について12の下線のところで書いてるんですけれども、まあ、この人なんか 殺人が一つしか言えないまあ要は人が死ぬのは一回しかないから他の犯罪他の殺人との区別もついてるよねって書いてるんだけど、まあ、今回の問題というのは共謀の上要は共謀の日時場所が書かれてないっていうところが問題だと思いますのでまあそこについてのフォローしといた方がいいかなと思いますねまあ、要は実行行為の日時場所とかが特定されてるのでそれと対応する凶暴って一つしかないよねみたいなねそういったところも書くと良かったと思いますはい のにで、まあ、強いて言うとあれかな63行目で、えー、審判対象の確定に必要というか必要不可欠っていうふうにちゃんと入れといた方がいいですかね。はい、じゃあ、えー、最後のところの下線いきましょう13ですね13コメント争点、えー、顕在化措置について正確に規範を論じたいと。 まあ、あのねこの方どううなんでしょうねこの方ね多分ねあんまり理解しきらないでよよくわかんんないい状態ででの3書いてると思うんですよこれ何でかというとあのね素因変更の要否の問題ではないえなんだけれども素因外の事実を勝手に認定することは許されないみたいな流れの規範というか文章を書いてるのでふんわりと理解してると思うんだけれども。 条文とか出ててきないしコアとなる条文とか出てきてないしあとは規範もね争点顕在か措置っていうやっぱキーワードとか規範出てきてないですよねこの文章ね。なのでふふわわっと多分ねふわっと 多分こうかなこんなん勉強したなっていうのを思いついてだけど自信ないし明確な言葉も出てこないから少なくとも三段論法だけは何とか守ろうかなみたいな,なんか多分そういったまあそういう意味ではまあ分かんないところをなんかうまくね、えー、自分なりにポイントとなるね日にち逃した日にち違うじゃんっていうところはね事実拾って、まあ、現場では守ったのかもしれませんね。 うんまあ、そういう意味では、まあ、分かんないなりに書いたのかもしれないという意味では、うん、まあそしたらこれぐらいしか書けないよねっていうとはにはなる。まあ、ただしっかりやっぱまずあれですよね法律論ですから条文を示したいですよね。うん まあ今回ねこれまあちょっと長めに関係しますがいわゆるですねソインの中に釈明されただけ要は特定に必要不可欠でない事実が釈明されただけですからソインの中に組み込まれてないわけです共謀の日時とかはねこれ説明の2でもうそれ論じてるわけでそうすると共謀に,、えー、素因に組み込まれてない事実関係について裁判所が異なる認定をしようとしたとしてもこれは別にソイン変更の要否の問題ではないと。 でただそれでもなおですね一般的に重要な事実関係なわけですよ。共謀の日時とかね、うん、だってこれアリバイの主張とかに関わるじゃないですかでだからそういったものについてはしっかりと裁判所としては事故の見解を示して争点として顕在化する措置を取らないといけないよと。 じゃあそのいけないというのは何,何の条文違反なのかというとこれは訴訟式権の294条ですね294条の訴訟式権のまあ乱用とかになるのかな最大の濫用、えー、ということで294条違反になってでそれが結局ですね相対的控訴自由を基礎づける379条の訴訟手続きの法令違反を基礎づけるという構造になっているはずです。えー、したがってですね まあこの答案4ページ目の72行目できるかっていう形でね書いてるんだけどまあやっぱり法律答案ですから条文に絡めた方がいいというか条文との関係で論じなければいけませんからまあここはですねしっかりと294条ひいては379条に該当しうるよということをやっぱ示すべきですしあとは73から76行目これやっぱ争点顕在化措置というねキーワード。 ははしっかりねねね入れたいとこここですよ、ねここはね、あと繊維変更の用品の問題ではないよというのもしっかりね理解をもうその言葉で示すとほか、まあの,の答案でも言及してますけれどもやはりですねキーワードの明示というのはキーワードの明示というのはそのキーワードだけをね 抜き取ってポンって書いてだけだと、まあ、たまたま抜き取ったのかそもそもこの,この人の中身理解してんのかっていうのが分かりませんからキーワードだけというのはよろしくはないんですけれども、えー、ただですね中身説明したとしてもキーワードがなかった場合はたまたま書けたのか本当に理解してんのかって疑義がねやはりちょっと生じてしまうんですよね。だからこそ読み手に疑義を、えー、与えない要は読み手に「あもうこの人は基礎基本しっかり理解してるんだ、うん、いいね」って。 そうしか思わせないためにも中身とともにキーワードキーワードというのは、えー、皆さんが予備校の授業とか学校の授業とかで学ぶ基本的な法律用語をしっかりと答案に盛り込むのがやはり、えー、いいんですね。文章でね読み手に理解を伝えると伝えきるという意味では、えー、そうするとやはりここは争点,け争点顕在化措置というのは入れたいところではありましたと。 と,いうところかな、はい、まあなので重要な最後のところにはまとめコメントとして、まあ、そうして三段論法とかそういうのはしっかりできてるよねということは書いたんですがまあちょっとあの何て言うかなだからまあこの方の答案から学ぶべきことは文章表現としては非常にいいものがありますからあなるほどこういうふうに三段論法って展開していくんだとか、えー、逆に言うとあこういうふうにコンパクトに論じていけばいいんだとか法の 解釈確かに趣旨からきれいにまとまってるなとか、えー、あとはね個別の素因の当てはめの部分とか、えー、そういったところは学んでいただいて、えー、それ以外の部分の中身のところはですね、まあ、この問題そんなに難しい問題でもないですから皆さんね、えー、自分でも解いてみてですね答案構成とかしてみるといいと思います。それれでではは、えー、この刑事訴訟法の法答案は以上になりますお疲れ様でした